関東でも短い期間に2回も雪が降りました。この冬は、それだけ寒い冬なのだと思います。アメダスを見ると、朝方は、ほとんど氷点下です。給湯器のラインが、少し凍結することが頻繁に起きています。さて、こんな状況ですが、冬場も節電に励んでいます。一応、 電気料金2000円以内を目安にしていますが、この2月は少し目標をオーバーしてしまいました。電気使用量は 92kW 時で、電気料金は2320円でした。昨年2月と比べると、1日あたり1%増加しました。1月の電気料金は1933円で、 うまく節電できましたが、この2月は失敗しました。生活パターンに変化はないはずですが、電気ストーブの使用時間が少し増えたのだと思います。自分の決めたルールを守れていなかった感じです。それでも、あまり寒さに耐えると、風邪をひきそうなので、電気料金3000円以内に収まれば、 よしとすることにしました。目標を少し緩くしましたが、3000円なら節電を頑張っている部類に入ると思います。春まであと1ヶ月くらいなので頑張れそうです。